社会民主党保健連合の吉田忠友でございます安倍内閣の基本姿勢について質問をいたしますまず1点目があの人権問題でございますいわゆる在特会は全国でヘイトでもヘイトスピーチを展開をし民事刑事の事件に発展しており日本の国際的な評価も失墜をさせています 山谷大臣も、大特会は右派系市民グループの一つであり、その一部の言動がヘイトスピーチだとお認めになっているところでございます。7月24日、国連自由権規約委員会は、日本政府に対して、人種差別、憎悪や人種的優位を唱える宣伝活動やデモ、いわゆるヘイトスピーチ、 ヘイトデモの禁止等勧告をしております総理、規制が必要だと考えますが、ままず総理のご所見を伺います安倍内閣総理大臣。一部の国、えー、民族をです、ね、排除しようという,ふう言動があることは、極めて残念であり、あってはならないことであろうと、このように思います。 いわゆるヘイトスピーチといわれる言動の規制については、個々の事案の具体的状況を検討する必要があり、一概に申し上げることは困難でありますが、各党における検討や、国民的な議論の深まりを踏まえて考えてまいりたいと思います。れにせよ今後とも、一人一人の人権が尊重される、豊かで安心できる、成熟した社会を実現するため、教育や啓発の充実に努めてまいりたいと思います。 吉田,田智君実はあの今日の自民党の,あの予算委員会の理事会で、自民党の理事の皆さんから同意をいただけませんで、パネル配布資料についてですね、きあのテレビをご覧の国民の皆さんにも見ていただけませんし、資料も配布できませんでしたが、複数の逮捕歴を持つ在特会、元関西支部長の男性と、 安倍総理との2009年8月のツーショット写真がまあネット上に出回っております。総理もご存知だと思いますが、写真にはこの男性により総理が X 君のことを覚えてくれましたとのキャプションがついています。あのこれは名前をお話しすることはできませんけれども、総理はこの在特会元関西支部長のこと。 よくご存じなのではありませんか総理自身、選挙も含め、在特会などのヘイトグループと持ちつ持たれてであるために、ヘイトスピーチやヘイトデモの規制に少し及び越しなのではないかと私は思いますけれども、いかがですか安倍内閣総理大臣。今の吉田議員の質問の仕方はですね極めて私は失礼だと思いますよ。私がそののの人物とと親しいというのは何の証拠を持って その写真だけなんですかその写真は私だけではないですよ、先般の衆議院の予算委員会で、山谷議員を責めているときに、私もその人物とどうやらネット上では撮ったことがありますけれども、私は全く親しくない、でこの人はいろんな人たちと、私だけではないですよ、多くの人たちと写真撮ってるじゃないですか。小川さんとは撮ってないかもしれませんが、あの小川さんとはあまりあの、小川さんのことを認識できなかったのかもしれませんが。 それはですね、写真を撮ったから親しい、写真を撮っているから、深い関係にあるというのは大きな大間違いでありまして、私は多いときで、100名、200名と写真を撮ることというのは、よくあることでありまして、いちいち覚えていないのは当然のことであります。相手がやと言えば、やというわけでありまして、そういう決めつけをしてですね、この予算委員会の貴重な時間を使ってですね、 相手のイメージを落とそうとするというのは、私は極めて愚かなことではないかと、このように思うわけでございます吉田忠敬君。私は断定しているわけじゃなくて、写真に写ってね、親しいのではありませんかというふうに申し上げたんです、うん、じゃあ総理このヘイヘイイトトでもそれスピーチしっっっかり腹をくくててやってくださいよ規制を 超党派でも人種差別撤廃基本法を求める議員連盟ができて、具体的なのはもうほとんど法律まで出来上がっています。自民党、公明党の中でも、このヘイトスピーチに関するプロジェクトチームができていると聞いております。総総理理その法的措置ままでで私は必要だと思いいすすがいかがですかか安倍内閣総理大臣 私、今、吉田委員に申し上げたのはです、ね、私が写真を撮ったからです、ね、写真を撮ったから、このヘイトスピーチに対する態度が甘いという、吉田さんのいわば決めつけに対して、厳しく反論をしたところであります。つまり、そういう見方をするというのは、明らかに間違いであってです、ね、繰り返しになりますが、写真というのは頼まれたらしょっちゅう撮りますよ、駅やなんかでたくさんの人たちに私は頼まれます。 ですから、写真を撮るわけでありますし、その当該人物もいろんな人と撮っているわけであります。いろんな人と撮っているわけでありますから、私も親しくないと、このように申し上げておりますし、私がその人と親しいと思っている人は世の中にほとんどいないと思いますよ、その人以外にはね。ですから、それはあの全くそんなことはありえないわけでありまして、それがですね、ヘイトスピーチに対する立法に関連するかどうかということについては、何の影響もないということは、 改めてはっきりと断言をしておきたいとこう思うわけであります。他方ですね、今ヘイトスピーチに対するこの我々のですね対応ということにつきましては言動の規制についてはですね個々の事案の具体的な状況を検討するま必要が。 あり一概にまあ申し上げることはまあ困難だというのは、政府の立場として申し上げたとおりでありまして、現在、各党において検討がなされているところであり、その検討のまあ進みを進み方をですね、進み具合をしっかりと注視していきたいと、こう思っているところであります吉田,田君はいしっかり総理、リーダーシップをあの取って、スピーチ、デモの規制、やってください。 次に政治とカネについて質問いたします、えー。安倍内閣の新閣僚12人中8名に、今日う、ルル、ご議論がありましたけれども、疑惑が浮上しております。これもです、ね、自民党の理事さんの反対でパネルにできませんでしたが、資料は手元にお配りをしています。安倍総理自身、2007年9月に、安倍晋三相続税3億円脱税疑惑が報道されております。こう 安倍晋太郎氏が生前に指定政治団体に晋太郎氏の個人名義で寄付した6億円を超える政治資金を全国66の政治団体ごと引き継ぎ相続税3億円を脱税したという疑惑であります指定政治団体制度は93年に政治改革の一環として脱税の温床になるとして廃止されましたで安倍事務所は収支報告には第三者からの寄付を 新太郎氏名義で記載しているに過ぎないと説明していたそうですが、それが事実であれば、偽名による政治資金収支報告書への虚偽記載ではありませんか、脱税額3億円について、確かに時効になっています、ぜひ時効の利益を放棄していただいてです、ね、自発的に納税してはいかがだと思いますが。安倍内閣総理大臣ただいまの質問はね、私、見逃すことできませんよ。 重大なんです、ね、名誉、既存ですよ、吉田さんは今、その事実をどこで確かめたんですか、まさか週刊誌の記事だけではないでしょうね。週刊誌の記事だけですか、週刊誌の記事だけで私を誹謗中傷するというのは、議員として私は恥ずかしいと思いますよ、はっきりと申し上げて、この予算委員会の時間を使って、テレビを使って、恥ずかしくないんですか、自分で調べてくださいよ、それぐらいは。これ、全くの捏造です。はっきりと申し上げておきます。 当たり前じゃないですかこれは少し委員会で問題にしていただきたいと思いますよ、こんな私はまるで犯罪者扱いじゃないですか、時効とか言って、これを今、吉田さん、ちゃんと答えてくれなければ私、答弁できませんよ。ああだからね、今回は、まあ、あの前を止めて はい吉田太郎君、はい、あの断定的に申し上げたことは、あのあのその点はあの申し上げなく思いますけれども、分からないから聞いてるんですから、答えてください、それはい内閣総理大臣。その質問の中で、ですね時効になっているからとか、ですねまるで私が犯罪を犯しているかのごとき、脱税を犯していると。 断定してるじゃないですか、それはあまりにも必要です失礼ですよ。これ、で断定してるんだったら、あなたは断定してる、断定してるですね、証明をしなければいけない、質問というのはそういうもんですよ。断定するんだったら、この週刊誌以外の証明をしなければならないんです。で、一回一回です、ね、週刊誌の記事にはでは、私はここで答えなければいけないんですかこれから吉田さんがいろんな週刊誌を読んで、その週刊誌を読んで、安倍さんどうなんですかと、こういちいちこれからも聞いてくるんですか 私は週刊誌でいろんなことを書かれましたよ。どっかで隠し子がいるってことも書かれた。そんなことも一応、いちいち、吉田さん、聞くんですか大体失礼ですよで。そんなことにです、ね、この私はもう、大事な、大切な予算委員会を、時間を使う、国民の多くの皆様もね、うんざりしてると思いますよ。このやり取りには、このやり取りにはね、結局今、吉田さんの根拠というのは、政治と金とか言ったって、結局、 週刊誌の記事だけじゃありませんかその週刊誌の記事に私がではこの大切な時間をいちいち使って答えなければいけないのかということ、この根本的な問題ですよ。そこで私は先ほど、先ほど来申し上げておりますように、全くこれは捏造であると、捏造であるということをはっきり申し上げているんですよ。でもし事実であればですね、当然、それは捜査当局や、あるいは税務当局がですね、 脱税かどうかというのをこれは、捜査に入るのは、当たり前じゃないですか額が大きいんですから、体系ですよ、これは、億を超えていればね、それを私にそういうふうに決めせるというのは、それはあまりにも私は、いくら質問とはいえですね、吉田さんにもそういうことは慎んでいただきたいと、このように強く思います吉田太郎君。だから私は断定的に言ったことについてはお詫びをしたじゃないですか、だから分からないことを聞きたいと、国会議員の質問権ですから。 だからそれ次の質問に移ったらどうですか。はい。次の質問に移って、はい。はい、吉田和夫君そ。それでは次の質問に移ります。